松本修司は、大日本帝国陸軍の軍人、軍医。最終階級は、陸軍軍医少将。東京帝国大学医学部卒業。陸軍士官学校、陸軍軍医学校教官などを経て、第23軍軍医部長となる。形成外科医のほか、薬病の研究や高校外科医として戦地にて、活躍した。父は、長州藩の武士、医者、官軍である。 松本三世。親戚に日本画家の松林慶月がいる。軍医としての松本修治戦後、松本医院にて、明治27年3月17日、山口県に生まれる。東京帝国大学医学部卒業後、陸軍軍医学校に入校。軍医として、文部省歯科病院で修行し、三内、 大野義春士官の元陸軍軍医学校教官となる。その後、満州に赴任。当時は中国大陸において、すでに昭和12年7月7日に日支支支が勃発し、戦局は拡大の一途をたどり、大東亜戦争へと突入していこうとした時代であり、戦地より護送される顎、顔面損傷患者が大幅に増加していた。中国全土に広がる激戦で、 患者が多数に生じ、現地での治療が困難な状態となり、陸軍軍医学校の診療機関を利用して、顎、顔面潜傷患者治療に当たることとなった。軍医の補修教育機関であった陸軍軍医学校に、高校外科が置かれ、松本は三内、大野義春の後に主幹となった。陸軍軍医学校でこれら顎、顔面潜傷患者の治療に当たった関係者が、 その経験を基礎として、戦後の高校形成手術の発展を担う中、松本はその中心人物となった。戦地での治療と研究を記した著書は、今日の休館の処置に十分間に合うような内容で、高校外科の発展に大きな影響を与えた。香港駐在中には、古文虎邸に招かれるなど、主観として、現地の政治家や実業家とも幅広く交流を深めた。 当時秀樹陸軍大将の手術を執刀したこともあり、その際には壺を授与された。戦後は福島県岩き市にて松本委員を開業。ありがとうございます。